ウィロビー・ハミルトンは、アイルランド・キルデア県、モナスタバン出身の男子テニス選手。フルネームは、ウィロビー・ジェームズ・ハミルトンという、1890年のウィンブルドン選手権、男子シングルス優勝者で、アイルランドのテニス選手として、最初のウィンブルドンに優勝者になった人である。彼は、容姿が、青ざめた、巨弱な人のように見えたことから、ゴーストというニックネームで呼ばれた。 テニス文献でもゴースト・ハミルトンと記載されることがある。彼のテニスは走りながら打つフォアハンドストロークが特徴的でその技術はアイルランドのドライブショットと呼ばれた。ハミルトンはテニスと並んでサッカーにも優れた才能を発揮しサッカーのアイルランド代表選手を務めたこともあった。彼がウィンブルドン選手権に初出場した1886年は ウィリアムとアーネストの連勝兄弟の全盛時代であった。1886年にハーバート・ローフォードとの準々決勝まで進出したハミルトンにいつの間にかゴーストのニックネームがついた。地元のアイルランド選手権で活躍しながらハミルトンは1888年と1889年の2年連続でウィンブルドン選手権の チャレンジラウンド準決勝に勝ち上がった。1890年、このゴーストハミルトンが連勝兄弟の時代を終わらせることになる。1890年のウィンブルドン選手権、チャレンジラウンド決勝で、ハミルトンはハリーバールを破り、初めてのオールカマーズファイナル出場権を得た。当時のウィンブルドン選手権はチャレンジラウンドから、 オールカマーズファイナルへの流れで優勝を決定したが、大会前年優勝者は無条件で、オールカマーズ決勝に出場できたことが、現在のシステムと大きく異なる。前年優勝者のウィリアム連勝は、このシステムのもとで1881年から1886年、1889年に、男子シングルス6連覇を含む7勝を挙げていた。 その W 連勝に対して、ハミルトンは6から8、6から2、3から6、6から1、6から1のスコアで勝ち、ほぼ10年に及んだ連勝兄弟の時代がここで終わりを迎えた。1890年の女子シングルスでは、レナ・ライスが優勝し、ハミルトン・トライスは、ウィンブルドン史上初のアイルランド人優勝者になった。しかし、ハミルトンは、まもなく敗血症を患い、 1891年の大会に前年優勝者として出場できなくなった。アイルランド人選手としてのウィンブルドン初優勝から53年後、ゴースト・ハミルトンこと、ウィロビー・ハミルトンは、1943年9月27日にアイルランドの首都ダブリンにて78歳で死去した。ありがとうございます。